愛知 E10A-196 式水上偵察機96式水上偵察機とは愛知航空機が開発し昭和11年に正式採用された日本海軍の飛行艇である。略符号は E10A-1 連合軍、コードネームはハンク。夜間偵察や着弾観測を専門に行う目的で正式採用された最初の機体であったが、 構造等が旧式であったことから採用後すぐに後継機の開発が進められることとなり生産機数は少ない。夜間における艦隊戦闘時に偵察や着弾観測、連絡を行う機体の必要性を感じていた。日本海軍は1931年からこの任務専門に行う長時間の低速飛行が可能な機体の開発を行っていた。 海軍は1934年に旧シ夜間水上偵察機の試作を愛知航空機と川西航空機に指示。愛知では副用式の小型飛行艇に推進式の液霊エンジンを装備した機体を設計し、昭和9年12月に試作第1号機を完成させた。川西機との比較審査でも性能的に勝っていたため、1936年8月に 96式水上偵察機として正式採用された。一方、川西の機体は不採用となり、試作名称旧視野間水上偵察機から輸送機に転用領収され、94式輸送機として正式採用された。96式水上偵察機は主に水雷戦隊機関の軽巡洋艦に搭載されたが、機体構造が旧式だったことから、 採用の2ヶ月後には早くも後継機の試作発注が出された。このため、生産は1937年で打ち切りとなり、特殊任務ゆえの需要の少なさもあって、生産数は15機という少数に止まった。品事変の末期に98式水上偵察機が収益すると、実戦部隊からは引き上げられたが、その後、機体を改造され、輸送機として利用された。 なお、輸送機改造後の名称を96式輸送機とする書物や、川西11市特殊水上偵察機の改造機を96式輸送機とした書物があるが、海軍で運用する機体の名称を公式に定めた文書である内礼兵、航空機の名称では、96式水上偵察機を輸送機に改造せるものが、96式輸送機であるとしている。ありがとうございます。